南洋島は、小笠原諸島の火山列島の一部をなし、東京都小笠原村に属する無人の火山島。東京北部の南約 1300km、洋島の南約 60km、グアム島の北約 1320km、火山列島の最南端に位置する。面積3.54平方キロメートル、周囲約7.5キロメートル。外観は、 ピラミッド状の急峻な地形で、100から200メートルの垂直に近い海色がけが島を取り巻き、海岸には幅50メートル未満の歴浜が島をほぼ一周する。最高標高は916メートルで、伊豆諸島、小笠原諸島の中では最高峰であり、東京都内では第6位である。島全域が南洋島原生自然環境保全地域に指定されており、 県政自然環境保全地域の中では、唯一、全域が立ち入り制限地区になっている。本島がもたらす日本の排他的経済水域は、北マリアーナ諸島のパハロス島によるアメリカの EEZ と接しており、国境の島と呼ばれることもある。南洋島を円形。頂上部は雲に覆われている、南洋島空中写真。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成人間が目撃した最古の記録は1543年のスペイン戦ン、フワン号による発見でサンアグスティン火山と命名された。その後1779年にイギリス戦ディスカバリー号とレゾリューション号が目撃サウスアイランドと命名された。 有史以来初めてこの島と人間が関わることになるのは、1885年末に函館を出港して、青森県下北に向かった小船、松尾丸菓子家に遭い、83日間漂流して、翌1886年3月に南洋島に漂着した事件であった。乗員10名のうち、1名は漂流中死亡し、9名が島に着いた。このうち、 佐賀木作、かなり広吉、遠藤虎の男女3名が島に残り、6名が島を去った。島に残った3名は3年半の生活の後、母島の漁船、新坂江丸の吉村朝次船長によって救助された。3名は、島で鳥や、卵、魚介類を食べ、岩クを飲んで生活した。この事件以降、年に1回、小笠原、洋島航路の定期船が、 伊王島からさらに南の南洋島まで来訪し、汽笛を鳴らしながら島を周回して漂着者の有無を確認することが慣例となった。この漂着者の確認は太平洋戦争が勃発するまで続けられた。1891年9月9日、直例によって正式に日本の領土になり、島名が南洋島と定められた。1911年には、 海軍水路部と陸地測量部が軍艦松江で来航し北側中腹の標高45メートルに三角点を設置した南洋島を含む火山列島は東京府小笠原島町の所管となり1926年に小笠原島町は小笠原市長に改称されたその後相次いで植物調査を目的とした探検が計画実施された まず1935年10月21日から10月22日に、小笠原営林所長の町田優作、林業試験場小笠原出張所の岡部正義ほか16名が、小笠原市長所属の海幸丸で渡航、西側より上陸し、約700メートルまで登って、植物調査をした。これが、日本人として、初めての南洋島探検だった。 1936年には、広島文理科大学助教授堀川義夫、東京帝国大学理学部植物学教室、津山直が植物調査を計画、実施し、東京文理科大学植物学教室、小林義夫を招いた、総勢9名が、小笠原市長所属の海幸丸で、南東岸に上陸、登頂に成功した。植物採取を行った結果、新種、 新編集、新分布の植物が発見されたが、それ以降本格的な調査は行われなかった。太平洋戦争終戦直後、等の調査のため、アメリカ軍が上陸した際に1名の日本人が発見された。この日本人は大戦中戦闘機パイロットであったのが、アメリカ軍により撃墜され、南洋島に漂着したという説や、あるいは終戦直前に、 日本陸軍が陥落後の洋島とアメリカ軍の情報収集を目的として密かに派遣し南洋島もしくは北洋島に渡った兵士4名の1人という説があるが、いずれも事実であるかどうかは不明である。1968年にアメリカから日本に返還されると、この島の自然環境の貴重さを考慮して1972年11月24日、 国の天然記念物に指定され、原則として学術調査などの理由以外上陸することはできなくなった。また1975年5月17日、日本初の原生自然環境保全地域にも指定され、1982年6月、約10日間にわたって環境庁による本格的な総合調査が行われた。これ以降一人もこの島に上陸していなかった。 しかし、2004年6月14日に、広島市の医療法人生の側が保有する、プレジャーボート、渡隅が北東岸に座礁。乗員12名のうち9名が上陸。残り3名はボートで救助を待った。この9名が、結果的に22年ぶりにこの島に上陸した、人間となった。この乗員12名は全員無事救助された。ここ数年になって、北洋島、伊洋島、 南洋東美島周遊クルーズが小笠原海運主催で所属戦後が佐原丸を使い数回実施されている。また、アスカなどの大型クルーズ客船が旅のイベントの一つとして航路の途中で本島や沖の鳥島、南鳥島に立ち寄って島を周回したこともある。ただし、いずれの場合も島を戦場から冒険するのみで上陸はしない。以上のように、 南洋島と人間との関わりはまだ浅く上陸も数えるほどしかない。2007年6月18日に国土地理院による故障が南洋島から南洋島に変更された。詳細は洋島島の名称を参照。また同年には世界遺産登録のために東京都と首都大学東京による調査が行われている。2010年に 小笠原諸島として世界遺産に登録された。2014年6月、国土地理院の上陸測量が行われ、南洋島南岸に一等三角点、南洋島及び三等三角点、南洋島南が設置された。2017年6月、東京都、首都大学東京、日本放送協会の合同による南洋島学術調査が実施された。 立ち入り困難な場所も多いため、科学者らは、ロッククライミングの専門家から事前に指導を受け、マルチコプターによる空撮も使用された。これらの映像は、2018年の NHK スペシャル、東京ロストワールドで放送された。本島は、清掃火山の火山島である。岩石は、アルカリ岩系列あるいはアルカリ岩系列と、それ相ト系列の中間的な原部岩から、構成される。 まず数十万年前までに海底火山が海面上まで成長した。その後は溶岩流の噴出を主として小さな縦状火山を作った。その火山は途中小さな旧式を挟んで溶岩流アグルチネートを噴出しさらに成長した。この縦状火山の噴火中心は現在の山頂河口より少し東にずれた位置にあった。山頂加口の位置から噴火をはじめ、 最初大量のスコリア質、ラピリ、火山灰を噴出した。小規模の火砕流も発生した。その後アグルチネートを作るストロンボリ式噴火を繰り返し、ほぼ現在の高度まで成長した。しばらくして火山活動の場は北東の福徳岡の場へ移動した。火山活動が停止した南洋島は、破色を受け、東半分が欠けた状態で現在に至っている。 現在の陸域部は、これらの火山活動によって形成された溶岩流とアグルチネートがほとんどを占め、強く溶結したアグルチネートによって、急斜面が保たれている。南洋島は、南北 30km、東西 15km に及ぶ北福徳カルデラを形成する複合巨大海底火山の南方に位置する。南洋島から北北東約 5km のカルデラ内に、 福徳岡の場と呼ばれる海面下の中央河口球があり、こちらは現在も活発な火山活動が続いている。記録が残る1904年以降、新井島を形成する3回の噴火が起き、新洋島とも呼ばれたが、いずれも波浪による侵食によって、島は失われている。1982年に行われた環境庁の総合調査により、 南洋島における生物の詳細が明らかになった。小笠原大古森、南鳥島や森、小笠原トカゲ、シダの一種で世界でこの島だけにしか生息しない、長場のコ羅ラボシなど、イカンタバ植物118種、哺乳類1種、鳥類21種、爬虫類2種、昆虫152種が確認され、貴重な動植物が多いことが分かった。これは、 島の面積に比べて分布している生物の種類は少ないという海洋島の典型的な性格を示す結果となった。また、これらの生物のうちには南洋島の固有種がかなり含まれ、植物では4種、昆虫では7種が固有種であった。クロウミツバメは全世界で南洋島と北洋島のみで繁殖が確認されているが、 後者は外来種であるクマネズミの侵入で絶滅状態になっていると考えられていることから南洋島の繁殖地は世界で唯一の大変貴重な存在である。また小さい島でありながら植物の植生配置は変異に富んでいる。これらの結果によって今日に至るまでほとんど人意が加わることなく自然の状態が保たれてきたと推定される。したがって 南洋島は海洋島における自然状態での生物症、あるいは生物群衆の成立や発展を実際に調べることができる貴重な島であり、このような島は日本では他に類を見ない。また島の周辺にはザトウクジラをはじめ数多くの海洋生物の海遊も確認されている。二千七年六月には小笠原諸島の世界遺産登録のため東京都と 首都大学東京が合同で25年ぶりとなる自然環境の調査を実施した。その結果、卵なりえり巻貝の生息や陸上の樹木に生息するキバサナギ貝族など新種と見られる貝類4種類が発見された。2017年には赤足かつ踊りの集団繁殖が日本で初めて確認された。南洋島周辺には多数の小島が点在している。 本当以外は地図に記載のない島だったが、このうち松五島について、2011年12月1日、総合海洋政策本部から、領海の外縁を根拠づける、離島の地図及び海図に記載する名称の決定に、ついてにおいて命名された。続いて十島について、2012年3月2日、総合海洋政策本部から公表された、排他的経済水域外縁を根拠づける、 離島の地図、海図に記載する名称の決定についてにおいて命名された。地図上の表記、1は、下記、各当初の座標リンク、及び、当節座標一覧を参照。ありがとうございます。